涙洗浄混合、涙洗浄混合、涙洗浄混合。昨日非常にサマーディに入りながら読んだので、よくわかんなく、なんか怪しい読み方だったので、今日読み直していきたいと思います。庄子実相義講説、小田実秀先生、本校の第1第5尺、この部分ですね。庄子実相義、ここの題名のところ、1行目、この解説のところだけ読んでまいります。講義、本書は庄子実相の義を明かした書であるから庄子実相義と題したのであるが、この題名を釈するに、はじめに離釈し、次に合釈する。離釈、離釈、離れる釈とは、庄子実相義の語字を声と字と実相と義との四つに分離して、いちいちの意義を釈するを言う。合釈とは、大名を総合して釈するを言う。滝、こんばんは。どうしたんですか、こんな時間に。どうしたんでしょう。続き、はじめに離釈、離れる釈と書きます。離れる解釈の釈。声、庄子実相義の庄ですね。声に二類ある。一つは有情の言語に転ずる声、二つは非情の音情である。有情とは情、情けという字ですが、情意、情けの心を有するものの意で動物を指し、非情は情意がないものの意で無生物を指す。まあ、無生物っていうか植物も含むんですけれども、まあ、植物をどっちに入れるかという解釈で、割と中国、日本では、最近はね、三千草木四通仏性みたいに、全てのものは生きとし生けるものみたいな感覚で、まあ、全部有情に入れると思いますね。あとはそうですね、まあ、地球みたいな環境は本当は奇世間といって、まあ、それも本来は非情、植物も非情、なぜならば、その輪廻しないんですね。どなたかが言ってたんだけど、誰かな、なんかチベットの高僧が言ってたんだけど、ジャータカ、まあ、たまにジャータカ読んでますけど、あの中で、お釈迦さんは植物には転生してない、だからこれは、植物は非情なんだって言ってましたね。ところが、まあ、最近って いつぐらいか分かりませんけど、中国、日本の解釈では、三千草木四通仏性、全てが仏性があると。で、まあ、植物も生き物だ、だから心があるって言えれば、なんかそれはね、植物好きな人はね、手をかけて育ててあげれば、結構生きますから、かわいいかわいいと言って育てると、きれいに生き生きとしてね、花が咲いたりしますから、考えやすいんですけど。滝、菌類はどうなんでしょう。あ、確かにね、粘菌とかね、どうなんだろうと思いますけれども、実はそれに対する答えというかですね、まあ、三千草木といった場合に、山ですよね、山、鉱物のようなもの、石のようなもの、これはどうなの、有情なの、非情なのといった場合に、三千草木だからこれも有情に入りますよね。で、よく考えてみたら、ほら、最近の考え方だと、地球も生きている的な、まあ、確かにね、いつかわからないけど、誕生してやがて死ぬわけですよね。星というものもね、惑星もそうだし、恒星もそうですよね。そう、宇宙船、地球号じゃないですけれども、まあ、地球も生きているので、ガイア、母なる大地的な。だからやっぱり、こう、三千草木四通仏性といった人は、ある意味先見の明がありますよ。まあ、ただし、ここで言う弘法大師は、そういうカテゴリーではおそらく捉えていない。弘法大師の、この庄子実相義を解説したこの小田実秀先生は、まあ、無生物というふうにザクッと書いているので、多分石ころとかは、まあ、非情、心がないというふうになると思うんですが、
まあ、しかしそれは難しいところでですね、例えばそうですね、日本人は結構その三賢草木質仏性石ころも心があるっていうのは結構ね、そんなに否定しないと思うんですよ。なんかこう神様宿ってるじゃないですか、いろんなものに。山にもそうだし、大きな石も木もね、いろんなものに神様がいる、川の神だったりね。だからそんなに心あるって言われても、うんうんってうなずけると思うんですよね。タッキー神道の影響でしょうかね、そう思います。まあ、なのでインドの正統的な解釈とやはり日本は今の現代の状況はね、ちょっと違うかもしれません。さて続き、本書に内外の風、内外の風、風気、風の気、わずかに発すれば必ず響くを名付けて声というとあるのは、実界の有情の声を言う。まあ、声というのは音の響き、空気が振動するわけだから、これなんかも意外と科学的な説明だなとおいらなんか思ってしまいますが、続き、内とは入る息、外とは出る息を指す。有情の内の風気と外の風気とが触れ合って生ずる音響を声という。声という。内の風気とは、チドロン等の説によるに、有情の甲虫に風がある。これをウダナ、サンスクリットウダーナと名付ける。この風が頬にへそに至って触れて響きを生ずる。まあ、腹式呼吸じゃないですけど、よくね、合唱部の人なんか言うじゃないですか、頭のてっぺんから声出してとか。その感覚は私はわからないんですけれども、結構コーラス部にいた人は「うんうんそうだよ」なんてみんな言ってるから、共通の概念としてあるんでしょうね。まあ、よく「腹から声出せ」とか、私はむしろ縁談系なので「腹から」って言われるんですけれども、でも確かに今こうやって、朗読をしている時も、喉で朗読をしていると結構すぐ喉枯れてくるんですけれども、腹から出してるとですね、2時間ぐらい普通に読めるなっていう感じですね。まあ、音の出し方、そうですね、あと男性と女性ではちょっと声の出し方が違ってて、どっちかというと女性は喉で声を出している、男性は胸に響かせてる感じがあると思います。今ね、両生類的な人っているでしょ。そういう人は多分両方できたり曖昧にできるのかななんて思いますけどね。私はどちらかというと胸で声を出すしかな、最近は。でも喉で出せって言われたら、結構高い音は喉で出すかなとか思いますね。まあどうでしょう。さあ続き、その響きが 頂きと歯茎と歯と唇と舌と喉と胸との7所に7所に触れて外に出るとき、種々の声となり言語となる。響かぬは息風、まあ息の風と名付ける。第二に、非情の音情とは、心のないものの音情とは、本書に次第相触れて音響必ず応ずるを名付けて章という。まあ、だから心がないものに、ですね、音情が備わっているというふうに言うのは、まあ、音じゃなくて声が備わっているというふうに言い切ったわけだから、なかなかこの辺りも 解釈としては面白いですね。まあ、後々ね、だからその山も川も、石も地面も大地も地球も生きているというふうに言い出す要素としてはここにあると思うんですよね。さ っき声の話をしたら声の調子が悪くなるアプリ、本当だね。どうしたんだろう。さあ続き、金石、紫竹等の楽器などが発する音情。金石というのは、いわゆる太鼓のようなものとか鐘のようなものとかですかね。それから紫竹、糸というのは、まあ、糸物、琵琶とか琴とか、竹というのは、まあ、笛ですね、笛系のものですね。それから風鈴、これは何だっけ、風鈴、ろうが、風、林、滝、川等の自然界の音情を言う。
故にここに声というは総じて実界の恵方正法を三十世間の一切の音情を含むのである、風の音、確かにね、林自身が音を、まあ風がビューっていうのは、まあ、純粋に風だけが鳴っているのかとか、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、まあ林の音、滝の音、川の音、確かに自然の音は趣がありますね。さあ続き、次は声の説明はそれで終わりで、次は字の説明ですが、字とは本書に声を起こって虚しからず必ず物の名を表するを合して字というと説く。音上の上に長短、清濁、長い、短い、清い、澄んでいる、それから、濁っているなどの別があって、その区別によって物の名を表すを字と名付けるという意味である。例えば風が強く喉に触れて発するときは声であり、風じゃなくて風か、風が、強く喉に触れて発するときは声であり、そのときにあるいはあといい、あるいはかという区別を生ずるのは字である。あ、面白いですねこれね。実相とは本書に名は必ず体を招く、これを実相と名付くとある。名は体を表すとかよく言いますけどね、生じによって表される理体を実相という。理体、理科の理に体は体ですね。箇条の中論書、まあ、箇条という人がいるんでしょうか。実相の名字を釈して処方の体実なり、体実の条、これを名付けて相と数という。実とは真実で、虚偽を嫌う義、相とは相乗相謀の義で、真実の相謀を実相という、まあ、簡単に言うと、実はなんでこれをさらになんで訳さなくちゃいけないんだろう。実とは真実、まあ、誠という意味、嘘じゃないよという意味で、あと相というのは姿の意味、誠の姿の意味だということですね。それが生じ実相期の実相、生じ義とちょっと省略をしてあるので、ちょっとここ直しますか。はい、それでは続き、生じと実相とを対比すれば、生じは能線、実相は所線で、生じによって表されるところの真実の理体を実相という。要するに生じはよく表すところ、実相は表されるところ、ただしこの説明は戦略の義である。浅い説明だと、秘密神義によれば、まあ、深い説明ということで言うと、生じの体そのまま不詳で、生じの他に実相なく、生じ即実相である。まあ、能線諸線というふうに分ける必要はないと。次に義、生じ実相義の義ですが、義とはこれに二尺ある。第一には、義とは義、よろしいという意味の適義の義ですね。義とは よしというこの仁義の義ですが、この義とは、適義の義の意味で、教文を解釈してよろしきにかなわしめる意である。第二に義は理である、理科の理ですね。解釈を加えられて表し示す道理を義という。この二尺は共に正しい。第一の尺は能線能尺を義と言い、まあ、よく表すところ、よく表されるところ。第二の尺は諸線諸尺を義と名付けたのである。あ、ごめんなさい、能線能尺を義と言い、だからよく表すところとよく尺すところですね。よく解釈するところ、それが義であると。もう一つはですね、諸線表されるところ、尺されるところを義と名付けると。合尺、まあ総じて合わせて尺する、解釈をすると、本書の題目を総合的に見ると五方面から釈することができる。一つには能書分別、
よく分別するところ、二つには戯術分別、三つには顕密通窟、顕行と密教と通は、交通の通ですね。窟は局という字ですね。交通局の局。顕密通窟、四つには三大通窟、五つには諸門廃塔である。第一、能書分別。庄子実相の四字は書仙書尺であり、義の一字は能仙能尺である。また庄子実相義の五字ともに能仙と見、あるいは書仙書尺と見ることもできる。能尺書尺とは文について言い、能仙書仙、なんか早口言葉みたいな、滑舌の練習かみたいな。能仙書仙とは文と義とを対比して言うことである。庄子実相義の五字について能書を分別するに四重の別がある。括弧1、庄子は能仙、実相は書仙である。庄子はまあよく表すところ、実相は表されるところ、まあ声や文字、そうです、声文字音によって表されるところはその誠の姿であると、こういうことですね。庄子によって実相が現れる。本書に庄子分明にして実相を現ると説くはこの意である。括弧に、庄子実相の四字は書仙書尺、義の一字は能仙能尺である。本書に、いわゆる庄子実相とはすなわちこれ法物平等の三密主張本ぬの曼荼羅なり、曼荼羅なりというはこの意である。括弧3、庄子実相義の五字皆能仙である。まあよく表すと、本書にゆえに大日如来この庄子実相の義を説いて、かの主張上面の耳を驚かすというはこの意である。大日如来は能説の仏で、庄子実相義は諸説の法である。まあ、大日如来がよく説く仏で、その表される、説かれる内容が庄子実相義であると。諸説の法門であるから能仙である。括弧4、庄子実相義の五字ともに諸仙諸尺である。本書に、庄と義と実相との三種、まちまちに分かれたるを義と名付くというはこの意である。能書分別について上述のように四重の意味があるが、要するに庄子実相の三字はおのおの能書線に通ずるから、実語尺と臨音尺とで心うるべきである。ごめんなさい、自語尺です。自語尺、持つ技合の尺、ちょっと書きますか、ノート珍しく、持つ自語尺とリンゴ尺、リンゴなんか美味しそう。隠音弱と濁るね。よし。一応は庄子実相の四字を書仙とし、義の一字を能仙とし、西王は五字ともに能仙書仙に通ずるものと見るべきである。詳しくは釈明団の講義で説明する。第二、戯術分別。これに二義ある。一つには無為無常の法を家法とし、まあ、仮の法として、無為常住の法を実法とする。二つには無為無常法の中で実体あるものを実法とし、実法が集まって生じたものを家法とする。普通はこの中第二の義を戯術分別と称し、第一の義を無為無為分別と名付けている。ただし今はこの任意を合わせ取るのである。
すなわち生じと実相とを対応して、記述を実するは第一の義であり、声と字とを対応して、記述を論ずるは第二の義である。さっき、食べ物には目がない小ボタン。そうですね。なんか果物をですね、ちょっと最近食べてないので、ちょっと食べたくなりました。果物って、すごいたくさんは食べないんですけれども、ちょっとだけ食べるとすごく美味しいんですよね。なんかリンゴが無性に食べたくなった。家にはバナナとアボカドがあるから、置いといて、続き、声と字、声と字と対応して、記述を論ずれば、小乗経では語彙、75法を立てて諸法を接するとき、これはですね、有意識で少し読んだかと思うんですけれども、5つのカテゴリーに75の、ものについて分類をしていくわけですが、そのときに声、声は色法、もの、の範疇であって、字は不相応行法の説とする。字は声の上の長短高下屈曲であるから、声をですね、長くあるいは短く下にあるいは曲げたり、そういう音であるから、声を書へとして転じ、声の外に字の別体がある。ただし小乗経の中で右部衆と胸部衆とは見解が異なる。右部衆は三世実雨発体豪雨と説き、75法一一に皆実体ありとして声も字も実法とする。胸部衆は75法の中で不相応行法と色法の中の、行式を化法とし、その他の諸法を実法とし、声は実体があるも、字は声の上の気流で、仮に立てたもので実体はない。なるほどね。ただ、義文、義の意味の文によって別法ありとするのである。次に、発想大乗経の意は、語彙百法を立てて諸法を接し、小乗の説と同じく声を色法とし、字を不相応行法の章とするも、説とするも、字は、声の上の長短高下屈曲であるから、声の外に別体を認めない。声は実体であるが、字は化法であるという。なかなかこの辺は、今そうですね、我々だったら逆に、全く逆に考えてしまうかもしれないなと思うんですけどね。どうなんだろう。置いとく機能発動、はい、そうです。都合が悪くなったり収集がつかなくなったりすると、こう自動修正機能がですね、入るんですね。さて、次に生じと実相、生じと実相、これを対比して記述を分別すれば、小乗経は生じを家とし、仮として実相の空理を実とする。大乗経の中で発想宗は生じを無違法とし、実相を無違法とし、諸法の対象であるところの真如の理法は、悟りですね、生じ言語の及ぶところではないという、生じ言語ですね、言語道断の言語ですね。言語と読むのはあまり正しくない読み方ですが、一応漢音読み。次に三論集は八部中道の理体を立てて生じ言語の言語の及ばないものとするから、生じは化法仮の法と、実相は真実と見るのである。次に天台集は右空中三体は、三つの真理は不可思議で生じ言語の及ばぬものと説くから、これも生じを化法とし、実相を真実とする。なかなかこれ面白いなと思うんですよ。その声や文字によって表すところっていうのはあくまで仮のものであって、そこが意味するもの、その本質みたいなものがあると、姿としてあるのかな、それともそういうふうに今言ってるのかな。ちょっともしかしたら違ってるかも。読み進めて
見ないと分かんないですが、しかし我々って今逆に声とか文字にして残ったものの方が証拠っていうかですね、真実であって、そのそこに秘められたものとかは、まあ、読み取るにしてもね、この証字を手がかりにして読み取るしかないわけだから、まあ難しいですね。さて戻りましょう。次に華厳宗の意は陰分仮説、まあ、悟り、修行のは解くことができると。華分不可説、まあ、悟りは解くことができないと。といて、少量の大諸章には、少量名前ですかね、離縁権勉権生離相と釈する。この意も生じを家法とし、実相を真実とするのである。およそ四家大乗の説は、先人の四家大乗かな、先人の浅い深いの差はあるも、共に生じを家法とし、実相を実法とする。実相は言言語を超絶し、発心は説法せずという。本書に生じは家にして理に及ばず、実相は有弱にしてなお絶す。と説くは兼業の立場を述べたものである。兼業大諸条、諸宗の意は、意味は、生じを家とし、実相を実とし、生じ即実相の義を解かず記入するところの、局所は言語を絶する。生じは納入の方便に過ぎないという。我が宗の意は、これら兼業諸宗の説とは大いに異なっている。生じ実相の三法は、法の源流において先人の別なく、声も字もその体そのままに本不生であって、生じのほかに実相を立てず、生じと実相と隔てなく、共に真実で家法ではない。本書に、もし声の外に字なし、字すなわち声なりといわば自己釈なり、もし生じの外に実相なし、生じ即実相なりといわば、また紙の名のごとしと説くは、本宗の生じ即実相の義を述べたものである。やばい、ちょっとサマーディに入りかかっている。まだまだ続く、赤文字がついておりますけれども、皆様からのお布施によってこのまま延長させていただきます。ありがとうございます。多岐、置いとく機能、名詞、私、日本語わからないね、と類似した機能である。あ、うまいこと、うまいこと、スルースキルとも言い換えられる。そうですね。そうですね、たまに、私、日本語わからないあるねは、たまに 使いますね。そういえば余談なんですけど、まあ、今、あるねっていうのは、何々あるねっていうのって実際に皆さん聞いたことがありますかね。中国人がこう漫画とかの中で喋ってるじゃないですか。あるいは北斗の拳に出てくる修羅の国のなんか下級の修羅みたいな変なおっさんが。で、あれって実際に喋ってること人は聞いたことは私なかったんですけど、昔同僚に中国人がいて、その同僚がね、喋ってましたね、なんとかあるよって。あの時ちょっと衝撃でしたね。漫画でよくこう博士みたいな人が「わしはなんとかなのじゃ」みたいに言うのも、実際の博士ってそんな喋る人いないし、まあ、漫画のだけのお約束じゃないですか、あれって。でもその時はね、あ、中国人、本当の中国人だみたいな感じですごい受けましたね。いや、本人には言っちゃいけないんでしょうけれども。でもね、さっき聞いたことないですが、あるんです、な、あるあるよ みたいな。いや、その中国人、なんか中国人って結構日本語下手なんですよ。下手っていうか、すぐ中国人だと分かる喋り方をするんですよね。韓国人はね、割とね、上手い人は本当に溶け込むような非常に上手な日本語、流暢に喋りますね。何かのプライドがそうさせるんですかね、わかんないんですけど。そしたらね、
なんとかあるよ、なんとかないよみたいな、喋り方はですね、日本でその外国人に日本語を教えるときに、かつてね、その江戸時代の終わりぐらいか、それか明治の初めぐらいに、日本人が作ってですね、その例えば、英語とか、まあ、中国語、よく言う、例えば、酔う、不良みたいな、そういうので、こう、ある、ないある、みたいな感じでしょう。あれをそのまま日本語に訳して、その、まあ、do you とかの do とかの、ああいう概念をですね、日本語に直した時にそうなったらしいんですよ。だから、その外国人が日本語をこういうふうに喋れっていうふうに教えたら分かりやすいんじゃないかっていうふうに考えて作ったらしいんですよね。だからその当時は中国人だけじゃなくて、まあ、他の外国人もああいう喋り方を実際にしてたらしいんですよ。置いといて、戻りますね。どこまで読んだか忘れちゃった。 やばい。三論集、華厳集は読んだんですね。ここですね。およそ四家大乗、四家大乗の説は、まあ何でしたっけ、小乗と三論、天台、華厳、まあ、この四つを、発想、三論、天台、華厳と丞相の話をしたんですけど、この四家大乗四つの説は、先人の浅い深いの差はあるも、共に丞相を家法とし、実相を実法とする。実相は言語を超絶し、発心は説法せずという。本書に丞相は家にして理に及ばず、実相は優弱にしてなお是すと説くは、賢妙の立場を述べたものである。賢妙大丞相、諸宗の意は丞相を家とし、実相を実とし、丞相即実相の義を説かず、記入するところの局所は言語を、言語を絶する。丞相は納入の方便に過ぎないという。我が宗の意はこれら賢妙諸宗の説とは異なっている、大いに異なっている。丞相実相の三法は法の限定において先人の別なく、声も字もその体そのままに本不生であって、丞相のほかに実相を足せず、丞相と実相と隔てなく、共に真実で家法ではない。本書にもし声の外に字なし、字すなわち声なりと、いわば自己釈なり、もし丞相のほかに実相なし、丞相即実相なりといわば、また紙の名のごとし、と説くは本宗の丞相即実相の義を述べたものである。我が宗に丞相即実相と特に三意ある。一つに法に不生の丞相を断ずるがゆえに、二つに曲意相応の言語を断ずるがゆえに、三つに丞相の個体が法に法然の物体本自発心の体であるからである。第一の意にさらに二義ある。一応は随縁と法に都に区別を見、随縁門、縁に従うですね。随縁門では丞相は陰険の相違あり、陰険ですね、陰隠れると険現れる。法に門では、丞相も常住で実相に異ならないとする。西応は随縁即法に、法に即随縁の立場から随縁門に即して、直に直に丞相即実相の義を見るのである。第二の曲意相応の言語を断ずるとは、言語を断ずるとは、賢妙には自称の極意は、無言無説というも、真言密教では自称の極意に、まあ、極まった位に言説説法ありとして、如義真実の言語をもって自称極意相応の言語とする。まあ、だから賢妙だと悟りというものの極みは、言葉には
表せない言葉はない世界なんだというんですが、まあ、真言ではそうではなくて、言説説法があると。多岐、共和語と呼ばれるようです。先ほどのナイアルの話ですね。なんとかあるような話ですね。ありがとうございます。ちゃんとウィキに載ってるんですね。五族共和、この辺りですね。なるほどね。私買ういくらいくら売る売るあるかそれ、そうそうそう、私日本人あるよそうそう、だから、そのそうですね、中国語の、いや、まあ、中国語は英語と似ている部分がありますからね、確かにそういう言葉を、横浜の、そう、外国人居留地で使われていた横浜ダイアレクトと呼ばれるものがその起源とされている、これですね、この話です。外国人、当初は外国人一般が用いる言葉として日本人に認識されていたが、その後中国人の使う言葉と移行していった。そうなんですよ。でやっぱり中国人ってなかなかその日本語を覚えようとしない、中国なまりの日本語をしゃべることで別に不自由を感じていなくて、まあ、あと彼らはやっぱりそのプライドがある意味高いから、そのなんだろうね、俺様が喋ってるの方が日本語だみたいな感じだみたいなね、いやこの漢字ちょっと違いますよみたいなこと言うと怒られちゃうんですよね。いや漢字は中国のものですからみたいなタッキー、故障があったのは記憶していたんですが、なんていうか忘れてモヤモヤしていたので調べました。ありがとうございます。なんかタッキーのググリ機能はさすがですね。さて戻りますね。第2に極意相応の言語を断ずるに、3に密に、生児の個体が、まあ、体をこぞってですね、個体が法に法念の物体本事法身の体であるからである。第1の意にさらに2義あり、一応は随縁と法にとに区別を見、随縁、縁に従うもんでは生児は恩権、隠れると現れるの相違があり、法二門では生児も常住で実相に異ならないとする。西王は随縁即法二、法二即随縁の立場から随縁門に即して直に、直に生児即実相の義を見るのである。第二の極意相応の言語を断ずるとは、兼業には自称の極意は無言無説というも、あれこの辺読んだね、真言密教では自称の極意に言説説法ありとして、如義真実の言語をもって自称極意相応の言語とする。第三の生児の個体が法に法念の物体本事法身の体であることは、大日教書第7、これは大正真宗大蔵経の39巻651ページの中頃と下段ですね。一々の生児はすなわち入北海門なり、ゆえに名付けて真言凶暴とすることを追うの文などによって明らかである。次に生児実相に関する顕密二教の見解の相違の基本的なものは、法二の文字を知ると稲とにある。顕行は縁起始末の随縁家流の一辺を説いて、法二の文字の存在を知らず、真言密教は縁起の本在に法二の文字があることを説き、自称の極意に相応の生児があると説くから、これが重要な顕密の相違点の一つとなっている。ということで、まあ一つ目二つ目と出てきたところで、次に三つ目ですね。要するに第一が能書分別で、第二に家実分別、仮と実という話をしていたので、次に第三の顕密通窟、これですね。顕密通窟、本書の題目の中の生児実相の
指示は兼業にも通ずるか密教に限るのか、極というのは限るですね、通極、通屈、極、限るのかと古来の問題で、俗州義決着州第2に生じ兼密と題して論じている南方、まあ、ツッコミの方はですね、まあ、問答というのはツッコミの方と、まあ、ボケじゃなくて答える方と入っているので、そのツッコミの方は釈僧によって兼業に通ずというも、当社は、まあ、お答えする方は一種によって密教に限る義を上流している。南方は、本書の上位のもしは兼、もしは密、あるいはない、あるいは外、生の凶暴、誰かこの門戸によらざらんの分や、釈明団の六十尺の中の総意尺が兼業の初段を述べているのを小証として、題目の生じ実相は兼密に通ずるという。当社は、まあ、当者答える人は括弧1初絵が大日経であること、括弧2生じ実相は方物平等の三密であること、括弧3即生運、即身成仏義、生じ実相義、運事義、この三部書は真空位三密の実相を解き示す書である。三密の実相は兼業には解かない。括弧4即身義も運事義もその題目は兼業に通ぜぬから、本書の題も兼業には通じない。これらの理由によって本書の題目は密教に限り兼業に通じないという。この当者の考え方は、大は一部の総称であるから、まあ、この本一冊のですねまとめ的なものであるから、一部の聖宗で小宗で大名、大名の兼密を定むべきであるという原則に立って、小持則実相の義はただ密教の説とするから密に限ると答えたのである。なるほどね。雷雨の、海秘書上愚僧等に本書の題目は正しくは密教に限り、かねては兼業に通ずる義を述べているが、南山では釈僧に応じて兼密対弁の釈があっても題目は一部の小衆によるから兼に通ずることを否定するのである。ということで3つ目の兼密通屈が終わりまして、次に4番目、第4三大通屈、3つの大きいと書いて通屈は一緒ですね。題目の生じ実相は大相有三大に通ずるのか、それとも有大に限るのか、限局するのかという時に、釈僧の上からは容大の中の五密に限ると見られるが、釈位を組むと三大に通ずと見てよい。三大に通じて三代に通じて生じ実相を考えてみよう。第一に六代の生じ実相とは、六代大将阿字本部将の位にあるところの生じを言う。本書に五代皆響きありというはこれにあたる。この生じは発体に可能ところの如義真実の言語で、言語でこの生じが直に本部将の妙理であり、生じ即北海である。六代大体の位に生じ三行、三摩耶行というのはその仏様の、誓いとかですね、何かその持ち物ですね、アイテムですね、それから尊行、これはまあ普通の姿形ですね。尊行の一体の義を説くはこの意である。偽証極意理法神説法等の輸足は大大の生じを認めた建前である。第二に壮大の生じとは島の中の宝曼荼羅で、諸村の主事神言等である。しかもこの主事神言を直ちに保身の体とする。運事義に四種曼荼羅、すなわちこれ神仏なりと説くはこの意である。また四万各不利であるから、四万おのおのに四万を離れず、諸仏の四万が五愚輪廻して、東高の無下、無下承入するがごとくである。これを大大、総大建立の、満足輪廻の生じ実相というのである。第三に雄大の
生じ実相とは三密の中の五密である。しかも三密は不離離れないであるから、一密を全うすれば三密を同時に、消毒をする。また生仏の三号は本能の立場では、その体は一であって、行者納入の三号の外に、諸入の三密の発体はない。納入が直に諸入である。これが雄大の生じ実相である。第五、諸門配当。生じ実相義の題目に、両部離地三部三密等の法を接し尽くすゆえに、古来題目を種々の放送に発想に配当する説があり、雄海の勧進抄第一には、次のごとき四種の解釈を示している。括弧1、両部拝借。生じは四季であり、理であり、体であると。実相というのは心であり、知であり、金であると。金という金ですね、金剛界であると。括弧2、三部三密。声、声というものは五密であり、蓮華部に所属すると。次に字というのは文字の字ですが、異密では金剛部に配当をすると。次に実相、これは真密、体の秘密で、仏部に、ちょっといかんな、今は1時を過ぎたんですね。ちょっと頑張って読もう。もうちょっとですね。実相真密仏部ときて、括弧3、三十般若、非能苦欠に説いているということですが、ちょっとまだ見てないので、家に多分あったと思うので後で探しておきます。小声は文字般若である。字というのは、鑑賞般若である。実相は実相般若、この三種の般若に対応している。次に括弧4、五部五智。小声というのは中央北海大正智、大日如来ですかね。次に生じ実相義の字というのは西方妙観座智、阿弥陀さんの徳ですね。次に実というのが南方平等正智、これが、法性如来、パドマ、ラトゥナサンババ。次に相というのは姿、相、生じ実相義の相ですが、東方の大円境地、悪生部屋ですね。次に義というのが北方の上祖佐地、義というのは福上寿如来、釈迦如来のことですね。本文、三部三密の拝借については、俗祝儀決着衆第二に三密拝等の論則があり、南方は生じを五密とし、実相を真密とする説を主張し、当者、答える方は、紙の配当の通り、第二三密を尽くすと答えている。この論則は、字を異密とするのか。字は声の上の高下屈曲であるから、声も、字も共に五密と見るかの相違である。声を五密とし、実相を真密とすることは、下に東照学真言の句を釈するとき、この真密はすなわち実相なり、中略、声はすなわち五密なりとあるから明らかである。字を異訳とすることは、字を異密、心の秘密とすることは、本書には釈はないが、大日教書に、アジはこれを菩提心の義なり、と説き、大師は生じ実相を三十般若に配するとき、字は鑑賞、これ真理なり、誠の知恵なりと釈するによって明らかである。このほかに、続々祝儀決着衆には、字を真密とし、実相を異密とする義を立てている。これは菩提心を実相とするのである。三密の拝借について、このように種々一説があるが、いずれも五密の上の三密と見るべきである。即小運、即身上仏義、
生死実相義運慈義この三書は真語意三密の実相を示すを目的とし本書は五密を明かすを宗とするがゆえに大は五密について立てたものであり生死、まあ、声字というのは五密の上の能線、まあ、よく説く方と実相、現れたものこれは五密の上の諸線であると五部五知の拝借については同版の小下巻末尾を参照せられたいということで生死実相義のこの題名というかですねここの解釈が終わりました、結構しんどいですね。さてそれでは次のところ文化のところだけこれ読んで終わりにします、それでは原文、原文はですね弘法大師空海全集第2巻筑前書房松本松慶訳中これで読んでいきます。生死実相義一つには如意二つには釈明大義三つには問答現代語訳本書は第一に大義を述べる場合述べる部分第二に 論題を解釈しその意味内容を説明する部分第三に質疑応答する部分よりなるとこういうわけで、それでは戸賀能訳この書はじめに大意を述べ次に大名を釈してその要を明らかにし後に問答を付することとするまあもうこんだけですがさてそれでは織田中まあ、この大まかな意味は最初に本書の家名を示す家名ですね、まあ、目次みたいなものですかね仲介、まずジョイというのはジョイやばいなんか笑いそうになっているジョイと釈明大コブタンが注意してるそうそうジョイっていうと、まあ、あの洗剤みたいな感じですけどねジョイっていうとなんかちょっと怪しいですね。さて最初に本書の仮名を示すジョイとはジョはですねあの序文本文序論本論結論のジョと同じ意味で大義を述べるという意味である、釈明大義というのは釈明は生死実相義の名を釈するという意味大義は生死実相の本体と義有、まあ発体、まあ、ものの形本体と義有その意味やその働きですね講義本書は落ち着け私本書は本書の文化を示したのである古来仏書を講ずるに三段分別と言うてなんか言うてって書いてあるねさすが小田先生一部の書を三段に分かって科を設けて釈する場合が多い三段とは序文、小集文、流通文であるあのこれは仏典の独特の言い方なんですけれどもあなんかこれ送ってなかったまあこのように序意、釈明大義、問答というふうに続くんですがこれはよくあるパターンでは序文おーやばい
はい、序文、召集文、類推文というふうに普通は分けます。で、序文はその書の著作の理由や因縁を述べ、あるいは一部の大意を述べたりする。したがってその内容によって帰京序、帰京序というのはですね、 なんか漢字が難しいね。帰京序、発起序、退行序、退位序等に区別することができる。まあ、大体わかるとは思うんですけど、帰京序っていうのはちょっと仏教独特でですね、例えば「文殊菩薩に帰依し奉る」とかで始まるわけですよ。般若心経典なんかは、文殊の利権な諸経を断つ、覚悟の煩悶な常護の師なりと言って始まったので、まあそういうふうに誰それに奉るみたいなね。まあ今ほら結構何て言うんでしょう、本なんか見てもですね、亡き師に捧げるとかですね、私を指導してくれたなんとか先生にどのとかってね、始まるじゃないですか。でも最近の学者さんっていつも私を支えてくれる妻にとかね、なんか恥ずかしげもなく書いてるからやめえよって俺ら思いますね。まあたまにね、今女性の学者もどんどん出てきてきましたから、旦那さんのこと書いてたりする人もいますけどね。まあそれはいいやっていうのはやっぱりある意味男女差別なんでしょうかね。いかんね。 まあいいや、それは置いといて、次に発起状ですが、発起状、発起人とかの発起ですね。まあ、どうしてこうなったみたいな、違うか。次に退行序は、まあ大まかな、これについて述べるぞみたいな感じでですね、結論的な、まあ、大筋を言っちゃう。退位序もまあそんな感じですが、次に召集文というのは、正しくその書の宗とするところを述べる部分で、一部の主要な部分である、まあ本文ですね。次に類通文、流通文と書きますが、類通文と読みます。その書を末代に付属し、愚図せしめることを説く部分である。まあこの書が、広く広まりますようにと皆さん読みましょうみたいな感じでですね、これまあだから、その読む時にですね、まあいい書だから読みましょうっていうだけではなくて、例えばこの本を読むと、こんないいことがありますよ、あんないいことがありますよみたいな感じで功徳を述べていくというふうに仏典の場合はなりますかね。さて戻ります。3文の中、召集文は全ての書に必ずあるが、そりゃそうですよね、本文がない文章ってあるわけがないですよね。何を言ってんだ小田先生。次に序文と類通文とは有無浮上であり、まああったりなかったり決まってなくて、序文も詩種の序、まあ帰京序、発起序、退行序、退位序、これが全部整っている場合と、なんで京都弁で書いてあるんだろう、整っている場合と、その中の一種あるいは二種三種を用いている場合とあり、一定していない。京論を釈するにあたって三段を分けて釈したのは、インドでは新興論寺の、仏智京論が最初であり、中国では東晋の、まあ、東晋、晋っていうのは三国志の後の時代ですね、東晋の道安法師に始まるということである。本書は序文と召集文とがあり、類通文はない。今、仮名を示して、序位、釈明大義、問答の三科を出しているが、序位は序文であり、釈明大義は召集文である。問答は名のみでその釈がない。 なんか尻切れで終わってると。本書の序文は退位序で一部の退位を述べている。功徳の一節に本書は三部ともにある。序位の末の、後の学者謙信優位せよというを類通文と見ている。しかしこの説は良くない。 良くないとかあっさり言ってるしね。さて、さっき定款作る時に発起人という言葉が出てきました。あるね、確かにね。リーマルタン、こんばんは、夜更かしナウでしたか、皆様。私は、まあ、起動した時がその時間みたいな、起動した時がその活動時間みたいな。リーマルタン、
会社の話。さあ、じゃあオイラはまあこの辺にしておくか。1時半だ。それでは皆様おやすみなさい。また明日。ありがとう。